はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルーシーです。信長では暴走戦国立志伝続きをプレイしていきましょう。今回はですね、今川をいよいよ、今関口に代替わりしてますが、今川家、旧今川家を完全に滅亡に追い込んでクリアにしていきたいと思います。で、現在の戦力ですね、大友が拠点53、武将147、兵数83万、北条が拠点55、武将193、兵数99万。で、旧今川は拠点22、武将数が多いんですよね。527、兵数が27万です。で、我が小野家は拠点157、武将177、兵数184万というところで、これ見てもらうと分かる通りですね、拠点157に対して武将が177しかいないので、1つの城に1人ぐらいしか入っていないっていう状態にはなっています。では続きをやっていきましょう。まずはですね、最後に、ここまでもうやる必要あるのかっていう話なんですが、連合を組んで確実に葬り去りましょう、今川を。でもやることはただ一つ、今川を、ちょっと言い方悪いですけど、なぶり殺しにするだけなので、ひたすらに敵の戦力を削いでいきましょう。また例によって全国から大動員令を出しているので、動員している部隊をそのまま中国地方、四国方面に差し向けていきます。大友も中国地方方面の進出を加速化させてきている状況なので、これに負けじと城攻めを行っていく必要がありますね。そうなると一つ言えるのは、四国地方、四国の方には大友の方は進出をしてきていないので、四国の方の強化というのは一つあるかもしれませんね。四国の方にも大動員をかけてますからね。合算と太政の方はちょっと兵不足かな。よし、合算と太政を戻しましたね。そしたら合算と太政を攻めた部隊を山吹城へ。で、この山吹城はかなりの兵が残ってるので、右からというか、南からと北側両方から攻めましょう。さらに火の山城で、この読み方の難しいヒグマ山城がなかなか硬いですね、こうやって見ると。
見せしよう。敵将討ち取ったり、戦場で華麗に舞いましょう。久保川城もなかなか落ちないか。沖縄山城はそうは言っても落としたんで、吉田郡山城を向け進出している部隊と連携しながら日熊山城を攻略しましょう。いやもう雪崩を打ったかのように城が落ちていくな。何なんだこの城の落ちる速さは。いや見るも無残ですね。もう残された今川方の城は5個6個というところになってるかな。さあ残された今川方の城は3つ、そのうち1つ吉田郡山城として中国地方からは完全に、排除しましたね今川を。で最後今川が四国に残ってますが、まあこれも風前灯火でしょうね。じゃあ最後は合戦で締めくくりましょう。久々の合戦だな。3万の軍勢、さらに増援が現れて5万の軍勢で最後の今川方の城を攻めてますね。川尻秀高隊、大筒陣地で大筒をぶっ放してるな。これで決まりだ。城門を破壊しました。かかれ我らの攻め、耐えて見せよ。退却する。敵城門突破しました。敵城門突破しました。いや今回のね小野正嗣プレイは結構序盤苦戦して、当初はね今川家を乗っ取るっていうコンセプトで始めたものの、そのコンセプトが完全に瓦解してからは今川をね打倒するっていうために独立を果たして頑張ってきたんですけどね、ようやくクリアまでこぎつけることができそうですね。でまあ、次回のプレイに関してはですね、ちょっとまだ検討中なんですが、ちょうど公開になっている映画の関ヶ原の中からですね、まあ、ちょっと、感銘を受けた武将がいればその武将でプレイをしていきたいかなというふうに思ってますので、ぜひぜひ次のシナリオに関してもお楽しみにしていただければなというふうに思います。で、あとはこの武将でやってよとかね、そういうご要望ありましたら、ツイッターか、もしくは動画のコメント欄の方までお寄せいただければ、検討させていただきたいというふうに思います。戦利品として、金銭、
182万8425、兵糧も288万9000、木材が427万、鉄が348万2000。すごいな。はい、では部隊を返していきましょう。今ね、すべての部隊の引き上げを行っています。騎乗する、騎乗する。もう全国、北は北海道から動員をしてますからね。相当な数の部隊が帰っていきますね。それに合わせて武将もものすごく補充されるな。森蘭丸とかは向こうについてたんですね。ここにいますけど、森蘭丸。お、まだ利家も健在か。そろそろ利家はね、死んじゃいますけどね。家事再造。長宗我部森近。この辺りも配下に加えていきましょう。いい、直虎。直虎がようやくこちらの方に入ってくれるわけだな。まあ、この後ね、残ってる家は、まあ、大友と北条なんですが、まあ、大友と北条とね、今更開戦したとしても結果は見えているので、まあ、このまま開戦することなく、一応、すべての捕縛武将たちの処罰が終わったら、総無事令を出していきたいと思いますので、もうちょっとだけね、お付き合いをいただきたいと思います。まあ、もうこれは武将の質量、兵力、
物資含めて完全にこの日本を平らげた形になりましたね。さあ、そろそろ全武将の処罰が終わったのかな。もうなんか捕縛武将の取り扱いに関する連絡がないですよね。まだいるよね。忠友とかいますね。お、これが最後かな。秀吉に元康、あとは世良田とかいますね。忠次、半兵衛が生きてる、すごいな。竹中半兵衛、太田牛一に元近、武吉、長政もいるし、成政もいるし、忠勝も健在か。あとは井伊直政、あと山内千代とかもいますね。左近、吉川元春とかにはね、あ、いますね。明石武範、あとは浮田秀家、柳生宗則、むちゃくちゃな、三成とか善助とかいっぱいいるな。いや、こうやって見るとやっぱり人材はかなり豊富だったんだな。山中鹿之助もいるし。特に苦しめられたのがやっぱ家康と、まあ、討ち取りましたけど吉川元春、ここはねもう大苦戦しましたよね。今毛利信介とか出てましたけど、毛利信介はね桶狭間の戦いで今川義元に一番最初に切りつけたのか首を落としたのかどっちかだったかの武将だったと思います。さあ、じゃあそろそろこれで全部の捕縛武将の処理も終わったかなという頃合いになりますので、最終的な結果を見ながら総武事例を出していきましょう。やっぱりもうみんな疲れちゃってるね。病にかかる人多すぎじゃないかっていうぐらいで、ね、病にみんなかかってますけど、どういうことだっていうぐらい。さあ、では最終結果です。大友、拠点53、武将148、兵数90万。で、北条、武将192か、まあ、拠点は55で兵数が102万かな。で、我が小野家ですが拠点が179、武将の数も最後はもうぶっちになりましたね。729、兵数は311万ということで、まあ、圧倒的な戦力になりました。じゃあこれで最後ですね、総武事例を出していきましょう。政策を執り行います、皆に伝えておきます。はい、というわけで本当に今回も長い間お付き合いいただきありがとうございました。最後こちらのエンディングを見ながら、今回の小野正嗣プレイ、終わりにしていきたいと思います。
まあ、初めはね、今川家を乗っ取るっていうコンセプトで始めてますからね。今川の家中の中で、着々とこの辺りは、足軽頭から侍大将へということで、昇進を続けていた頃合いですね。こうやってみると、カズマスが家臣になったのは早かったんですね。そうだ、正信とかも家臣に加えてたな。1570年8月ですね、独立したのは。で、この辺りからもう今川の猛攻にさらされて、周辺国と同盟結んだり、朝廷外交に明け暮れたりとかね、いろいろしてましたね。太田道灌はね、最後まで、重用させてもらいました。で、南部家を滅亡させたあたりからは、一気に、対今川戦を本格化しましたね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。小野正嗣でのプレイ、今回が最終回になります。最後までご視聴いただけた方、本当にありがとうございました。また次回、別のシナリオで、お会いしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。